太郎と長さん、バーガー様ー三秒連携業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 太郎と長さんに平和と幸せが舞い降ります。ほんま怒られるで今日、今回何衛星放送も見に行ってもないのにこんなことばっかりしとったら怒られるよ。ちょっとやばい、ちょっとほんま出かけなって、また宝くじ売り切れ買われへんな。ちょっと出かけよう。よし、とりあえず出かけよう。当てはないけど出かけよう。そうなんですよ。そこなんですよ。メインそこなんですよ。目的そこやからね。僕が僕全に儲けたらそれでいいわけですよ。他の人がどうなると知ったこっちゃないです。ああ、しんど。もう。儲かったら高い。いや、そんなね、べらぼうに儲かったら全然おごりますよ。べらぼうに儲かったらね。儲かってねえんだもんだって。もう金尽きたわ、もう。早すぎるやろ、金尽きんなもん、ほんで。うわ、サングラスまた外れた。レンズ外れた。えらいこった。もうね、100均のサングラスも買えないぐらい生活困窮してんのに。あれ、レンズがはまらないの？よし。お出かけしましょうか。お出かけのめんどくさいから、この格好なのにこのカバンで行くわ。あ、っていうか配信つけてもらってるやん。配信つけてもらってどないすんのさ。まあいいか。マジで、もうそんな恐ろしいこと怖くてできないの。ちなみにね、アディーレがね、途中で終わった。たくせにね、3件だけ、途中までやったさ、3件だけね、示談まで行った境に、そこの手数料 20% 払ってください、また連絡しますっていうわけのわからん、ハガキ送ってきたよ。別に払ったってもええけど、もうちょっと物の言い方もあるし、ね、そうやったら 15% とかね、10% とかやったら、ああ、そうかもしゃあねえな、もうここまでやってくれたしと思うけど、まるまるそれで 20% 取ろうっていう、その魂胆が許されへんよな、アディーレって。でも、アディーレってほんま、ろくなやつおれへんねん。所属してた弁護士は、もう今後一切僕はもう二度と付き合わない。どんな大きな仕事があっても、アディーレにだけはもう頼まないわ。まあ、そもそもこれは、ね、過払い金やったから、ね、アディーレに頼んだけど、僕、顧問先あるからね、西天満に。某事務所の、某ね、14階の、あ、言うたあかん。これ以上言ったらバレるわ。ね、うん、そう、そこのね、息子弁護士も京都大学で、うちの兄貴の知り合いかもしれないです。年齢も近いしね、いいんだけど。そう、捕まる。そう、あんだけ弁護士が170人ぐらいおんのよ。170人ぐらい弁護士がおって、誰一人としてね、石丸ちゃんを止めることができずに違法行為をしまくってたって。バカなの？弁護士もやっぱり世間知らずよね。そういう面では世間知らず、どうぞ。
とりあえずね、ロト6買いに行きましょう。家にいても何事も進まないので、とりあえずね、ロト6を買いに。うんこじゃないです。上着を。大体人から先生言われるやつはみんな世間知らず。ああ、それ言えてますね。うん、もう僕も先生って言われるんだけど。先生ちゃいますって言うのがもう辛く、しんどくなって、もう最近言わないけど、先生ちゃうねんけどな。その大した難しい仕事資格なんか何も持ってない。でも、世間一般から見たらね、やっぱこんだけの数をこの年で取ってるっていうのはね、やっぱすごいみたいね。うん。いやいや、真剣に勉強すれば誰でも取れるんだろうけど、まあそもそもそんなことしようと思わねえわな。よし。とりあえずでお出かけしよう。ということで、配信をね、切り替えます。これもう配信の途中でね、切り替えれたのにね。めんどくさいんだけど、これ。みんな暇ない？ああ、と思うでしょ？だからその暇が、あ、利確されてる。マジか。ああ、利確されてる。16,987円で利確されてるわ。マジか。まあいいや。まあその暇がない。働きながら僕も撮ったんですからね。そういうことですよね。そうです。別に僕がめっちゃ暇すぎてずっと勉強してたわけではないですからね。どうしようかな。どうしてね。iPhone の画面撮っといたらいい？ iPhone の画面をスタート画面にして配信スタートしようか。